ドラゴンズにとってはチャンスではありますが、さあ今日27歳のバースデーアーチ、まずはヒット1本、スタメンでの活躍が続く堂上貴弘。先ほど1打席目に木場さんバッティングフォームのお話ありましたけども、はいはいはい、本人は変えたというのは、下半身はどっしり、はい、で上はリラックスリラックス、でインパクトの瞬間だけに力がグッと入るように、う、ね、最初からガチッと入れてないという力を、はいはい、インパクトの瞬間に、はい、絞るというのが、ね、そうみたいですね。だから上半身はゆったりゆったりいらっしゃいということを高木監督にキャンプからこのシーズン中も再三直接指導を受けているようです。ただ基本的な部分では落合監督に昨年まであれだけ言われたこととかなり共通する部分が多くてありがたいですと話しています、堂上貴弘。あとは落合監督には変化球にはうまくついていくんだからまっすぐについていけるスイングを身につけろ、最後置き土産のように話してもらったそうです。そのアドバイスを受けてスタメンでも活躍続けられるか堂上貴弘。しまったという状、変化球ちょっと待ってましたかね。今のは、はい、アウトコースいっぱいですからね。そうですか、まあ、彼がですね、はい、今のボールを軽くレフトの方へ打てるようになればレギュラーは取れると思うんですけども、まあ、思い切って振って時たまレフト前行く時あるんですけども、はい、反対方向に狙ってここでもねアウトコースが来ないと思うんで、変化球を受け入った、入ったの伸びる、はい、バースデーアーチ、27歳の誕生日、堂上貴弘勝ち越しのツーランホームランが飛び出しました。やりました堂上、デッドボールの今田ホームイン、そして堂上お兄ちゃんホームイン、素晴らしかったですね。これビデオで、ね、見てほしいと思うんだけどね、はい、いやーライナーでそのまま一直線スタンドに打球が吸い込まれました。一直線、いや後ろの手ですね、はい、後ろの手の左の手の、この絞るっていうのかな、おもう一度変化球ためて、このパワーですからもうドンピシャで文句なし、